関西、ね、なかなかそう簡単にはね崩れないでしょう。いいですね、本当膝十字されてるのに、はい、うん、立っちゃったでしょ、これをね、そんなもん聞くかってことですよね、うん、あ、おっと、追ってみろこの野郎、かっこいいですね、この人やっぱり、はあ、足、追ってみろ、じゃあ追ってやるというこの高子のね、意地を見たいもんですけれども、ゆっと足首曲がってますが、高子、そして関西のこの辺なんか表情はなんとも二人ともいいですね、訴えかけてくるものがあるような気がします。さあそして自分のコーナーに持っていって、高子選手の動きと無駄な動きになったですね。あ、そうですか、うん、なんか、うん、おっと先ほどの返し強烈なローキック、いや後頭部かなり効いてますね。あっと今の当たりが浅くてよかったなというすごいキックでした。さあ差し物関西もあれを何発ももらってはギフロッキー、どっかの蹴りもこれは関西に全く引きを取りません。ローキック系が多いですね、それでホット選手の場合は、はい、ですのでこういう体勢で長くねいるとね、どんどん顔を回蹴られるんですが、足を取って、しかし倒せない、蹴り合いも面白いですけど、この肘打ち打つのも面白いですよね、うん、はい、面白いって言ったらあれですけど、エルボーね2人とも、あっと今神経に良くなると思いますよ、本当なんか飛び筋に、なんかだって、まあね、三沢選手のエル、あのエルボーとか打ち行き一つですからね、あれでね、フィニッシュホールドになっちゃいますから、あっとこれも尾崎昔から得意技にしているネックブリーカー、ネックブリーカードロップカウント2、体が小さい上にちゃんと飛んだりして、はい、なんかテコの応用を見たくてやってきますよね。そうですね、首を起点にして自分でぐるっとこう回っちゃうんだよね。これがあったか、たくさん分かってましたね、盛り上がりました、流行ってますもんこれ、ね、そうですね、このキャメルクラッチをやれば蹴り使う選手は必ず使ってますよね、必ず、これも、まあ、言わずと知れたトヨタ選手も何度となくやられてる方ですね、どっちかっていうと、すごいですよ、もうカバーしようがないですからね、本当もう前に来られた瞬間もうくる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 って あの間がまた嫌なんです、見えますよねやっぱり、うんうん、あれが来るか、見えるからもうどうしようもないから、来るの分かってんだけど動けない、来るの分かんないけど動けないって感じで、もうやられるまんまになるしかない、精神的にもダメージが大きいですね。だいぶ動きが出てきたの、2本目なんかネックブリーカー先に打ったのが尾崎だったんですね、はい、ですね、同士打ちはこれは尾崎の勝ち、あっと腕を固めて素早いノーザンでスープレックスカウント2、ブリッジなんか綺麗ですし ね、 ね、はいはい、スピードがあります。あそして足を畳み込んでの強引に持っていきました、サソリ固めどっしりと腰を落とした、これは逆に技をかけていただけに若干無防備になったその額を朦朧につきました。でもこの相手を逃がさないところがすごかったですね。そうですね、倒れてもこれだけの蹴りが入ってたんですけど、すかさずこう倒れたまま足をフックして腕をね、首に手回しちゃったですもんね、はい、やはりこのプロレス根性というかね、そういったものはもう頭が下がるものがあります。なんかレスリングをやるとか技をやるというよりはなんか戦ってるというような、うん、この人の場合ね、はい、今日のダメージは何するものぞということでまた攻めまくります。先ほどのダメージって、蹴りの、あ、蹴られてた、うん、なんか本当全然ダメージないですね、ね、攻め出すと強いですねこの選手は。さあ今度は首を決めています。今ちょっと弾を意識しましたけれども、さあここで尾崎にタッチ、ん、場外に誘いました。さあこの展開で
尾崎貴子が場外戦だ。一発フェンスに叩きつけて、そしてリング内では関西が待っているぞ。うわすごい豪快なザバックドロップ。バックドロップなんかつなぎでたまに出してきますね。はい、そのわけでかなり高角度と高子がちょっとグロッキーか。今のバックドロップかなり決まって、これも尾崎得意のサンダーファイヤーパワーボム。カウントはしかしコンパクトにねまとめてきましたね尾崎のね。そしてさらにジャーマン、これも綺麗に弧を描いたぞ。危ないぞ東郷、いや後がありません。前女これを取られてはストレート負けという屈辱を味わうわけなんですが、そうはしかしそうあってはいけない前女挑戦者チームです。さあこれも旋回式のボディープレス、しかしこれちょっとあたりが浅かったが、カウント2、多少あの角度が逸れてもまとめるのうまいですねこの人。ああなるほどね、ええ、すぐに足絡めたりして、はい、とりあえずフォールの形にしちゃうでしょ、うん。フォーアンドアローの、ファイヤー入れ替わってカウントはアンドアローにして、ちょっと攻防がだいぶ静寂の中にね進んでいきますけどね。ここでロックで、あっと気強いですね、気強いですねという今度は関西ちょっとね高子攻められっぱなしでね、この辺で反撃が見たいところですけれども、ピロチン落としてすぐさま髪の毛をムンズと掴んで首4の字、ヘッドシザースって感じですか、シザース、うん、ちゃんと腕を抱えてるんですね。ブリッジでなんとか返そうという高子ですけれども、なかなかこの太い足巻きついているこの太い足がなかなか外れません。ここで今チョークとアピールしていたんですけれどもね、まだ行きます。なんかもうぐいぐいじわじわと高子を集中的に攻めようというチャンピオンチーム。おっと、そしてすかさず STF、 もういろいろな技をあれ手を変え品を変え繰り出していきます。2本目はだいぶこのグラウンドの攻防で、ね、ポロ選手もいろいろとバリエーションを見せてくれますけれども、そうみたいですね、はい、なんとかロープに逃れたいんですが、この辺が意地が悪いというのはもうこの尾崎もね、高子に引けを取らない部分ですけれども、ちょっとロンリーバトルに続きたかと心配そうに見るはコーナーの取ったですが、後頭部にギロチン、ちょっと防戦一本になってしまったか。おっとここで合体殺法、何が出るんでしょうか。ボディスラムも叩きつけて、あっとフットサンブ、いきなり、これは予想だにしなかった攻撃で、おっとこれだいぶ効きましたね今のはね赤子もびっくりしたんじゃないですか。本当なんか本当突拍子もないですね。ね、ありますよね。このあたりがこの尾崎のね戦いにくいところですが、このアイムホイップは欠かさず返したのはいいんですが、しかし赤子も喉輪落として返して、さあロープ振り合いになって、あこれはうまいぞ、変形のあれを狙ったんですが、しかし今度はバックドロップを返して変形ドラゴンスープレックス尾崎のフィニッシュホールドだ。しかしカウントは2、やはりこの辺はタックマッチ、おものすごい一発をもらってしまった高子、大丈夫でしょうか。いやー隙を見せるとものすごいキック飛んできますからね、強烈、口に一発もらいましたか。高子口を押さえています、大丈夫でしょうか。ちょっとフラフラだが、しかしまだ